多分めっちゃ小食チャレンジ年内に賞状10枚集めるなかったさっきよ。こんにちは、かずみちゃんねるのかずみちゃんです。かずみちゃん、賞状チャレンジ年内に賞状10枚取れなければ100キロ、という半年間にわたる企画でございましたが、今回の試合がガチのマジで、最後の一戦でございます。本日は長瀬健康杯千葉県大会ベスト4掛けの試合をお届けいたします。相手の光栄さんはですね、なんとこの半年間の、かずみちゃん賞状チャレンジで幾度となく助けてくれた、小金原クラブの鈴木選手、そして、前衛にはですね、インターハイ団体戦優勝メンバーという、まさに、最後の一戦にふさわしい、超強敵ペアでございます。僕の、全てをかけて、臨んでおります。ぜひ最後の一戦見届けてください。ではどうぞ。
ということで、鈴木砂川ペアにゲームカウント4対2で勝利し、中手杯千葉県大会ベスト4進出、そして最後の、10番目の賞状も確定いたしました。イエーイ。ペアの力でですね、本当勝たせてもらいました。ありがとうございました。いやー本当に、辛い半年間でありましたが、こうして本当無事、なんとか、勝ち抜くことができたのは、組んでくれたペアであり、応援してくださった視聴者さんであり、何よりもいろんな面でサポートしてくれた奥さんのおかげだと思います。本当にありがとうございました。ちょっと明日以降ですね、この半年間を振り返るような、動画を出したいと思います。そしてまた、この長瀬杯千葉県大会もですね、ベスト4選出し、まだ終わってません。引き続き、準決勝の動画も上げていきたいと思います。ひとまずはですね、賞状チャレンジクリアということで、本当に皆様応援いただいてありがとうございました。100キロ走らなくて残念だなと思う方もいると思いますが、挑戦は続きます。
今日はひとまずこれにて業務終了いたします。お先に失礼します。